あ、めっちゃさ、口にした？あ、めっちゃさ、パジャマが見える。めっちゃパジャマ見えるやん。やばいかな。まあ、いっか。口にしよう。やっほー、クッキーありがとう。かわいいっしょ。今日2じゃないよ動画見ました。ありがとうございます。2じゃないよ動画見てください。皆さんこんばんは。キュンキュンラブリー、かわいいっしょ。今日明るいそう、動画上がってた。伊田さん優しかった。こんばんは。今日はかわいいっしょ。ハートありがとう。ロイッポありがとう。感想ポストしてくれたの？みんなもして。クッキーありがとう。ありがとうね、感想ポストしてくれて。こんばんは。ハートありがとう。クッキーありがとう。クッキーかわいい。ハートありがとう。みんなめっちゃ似合う。ほんと？あなたありがとう今日は一人、今日は一人だよ。ジパパありがとう。クッキーありがとう。やっほーごはっぴはいないです。クッキーありがとう。バクテリーありがとう。ハートありがとう。スタバいないよ。今日はね、ココハとお出かけしてきた。みんな知ってたかもしんないけど、昨日賑やかで楽しかった。あ、今は楽しくないってこと。2度目の方もありがとう。こんばんは。あなたありがとう。ココハ、ココハいないですよ。うん。クッキーありがとう。そう、今日ココハと一緒にお出かけ行ったんですよね。え、なんでそんなさ、みんな知ってるの、カラオケとか。え、実は、福谷さんめっちゃ見たんだけど、全部見たんだけど、なんかお気に召すものがなくて結局何も買わなかったうん、蔵元花です。あ、ココハに聞いたの。クッキーありがとう。クッキーありがとう。そう、なんか気に入るものがなくて、なんかね、なんだっけ、イベント、お話し会とかの、あ、猫ちゃんありがとう。お話し会とか、握手会でお揃いしようっていう話になって、そう、お揃いして、なんか、あ、ちょっとめっちゃヒートテック見えるんだけど、ちょっとちょっと、そう、ココハもハヌもあんまり気に入るものがなくて、そう、結局ネットで買おうってなりましたで、ココハの初めてのあのコメダ奪いました。ココハの初めて初コメダ奪いましたココハなんか、パルコに行って、トーク会マイブンカーってそう、ハートありがとう。こんばんは。あ、どうもありがとうございます。なんだっけ、普通にコメダじゃない、パルコ行って、広島コメダあると思うよ、わかんない。なんか、クッキーありがとう。クッキーありがとう。そう、パルコ行って、そんで全部お店見たんだけど、なんかうーんって感じ。なんか逆に全部可愛すぎて悩んだって感じだけど、そうで、まあ、じゃあコメダでネット通販見ようってなってコメダ行ったんだけど、
普通に飲み物頼んで、あとポテトとチキンナゲットみたいな、ポテチキみたいな頼んで食べながらめっちゃ喋ってたら、普通になんか時間経ってて、あ、おうおうおうって、ごめんな、混んでたけど空いてた、混んでたけどまあまあって感じだった。そう、ポテチキ美味しかった。で、花はクリームソーダ飲んで、ココハはアイスココア飲んでました。涙袋かわいい、ママにめっちゃ違和感あるって言われた、その涙袋の線描きすぎって。でもね、今日ね忘れたの、忘れたっていうか行方不明になって、その涙袋描くやつが、だからなんかシャドウでやっちゃったんだよね。クリームソーダかわいい、クリームソーダってあれ飲まなきゃ損ですよね。だってね、え、そう、ココアがココアってココアも言ってたそう、ココアもココア、ココアがココアってココアに言われたんだよね。違和感ない、よかった。そう、なんかそれでまあプリクラ撮りに行こうってなって、プリクラ撮りに行って、でなんかプリクラ機が、私たちの高校生の頃はやっぱり撮ってたじゃん、高校生の頃は撮ってたんだけど、あの高校生の頃の知ってるプリクラが1個しかなくて、その方が全部知らないやつだったから、なんかどれにしようってなっちゃって、で、あの結局そのルーレットで決めた。性欲の目外れた？いや、次当たるよ、次当たる。キュンキュンラブリー、そう、プリキー名前ある、そうそうそう、ナメダ袋のドヤ感強めとか言わないでください。そう、プリ入れ替わり早いんですよね、本当に全然知らないしって感じ。しかもさ、年々多分格好強くなってるからさ、やばいと思う。でもプリから取って今日メールに送りました。それはメール、お休みメールに送りました。お休みって書いてないかも、お疲れ様って書いた、お疲れ様メールに書きまえ、あのありました。17日当選しました。花出ないじゃん、花出ないじゃん、花出ないじゃんか、出ないよね。そう、宇宙人花なんも好きだよそう、なんかでプリクラでめっちゃなんか漏れたから、あ、私たちってアイドルだねって言ってました、勝手に。私たちってアイドルだよね、本当にアイドルだからさっていう話をしてた。っていう時も当てるから、当てて、会いに来て、こいちゃんなの。そう、私たちってアイドルだからなんかこんなに漏れちゃうんだねって話してた。プリだと水色の服に見えた、本当これはね何色だろうね、ミントグリーンみたいな色です。かわいいよね、ニコアンド。そう、ココハちゃん生誕祭、花菜出演したいです、もちろん。そう、マジ誰やねんプリなんよ、最悪最悪ですね、本当に。そういうのはね、一番言ったらいけないんですよ、プリクラ撮ってる女の子に。こんばんは、一番言ってはいけないことを言いましたね。いやもうね、そりゃね、誰やねんってなるに決まってるんですよ。でもまあ普通にこんなこと言ってしまったらあれですけど、まあ当たり前にあのプリクラのモデルの子よりも私たちの方が漏れてました。今日は K2 公演見に行って、これから高速バス、高速バスきつ、きついですね。キュンキュンラブリー、今メールの画像見てるけど、そこまで誰やねんじゃなくて、嬉しい、ありがとう。プリって誰やねんを取りに行くんでしょう。そうですね、どんだけ漏れたか。でもやっぱりあそこにプラスであの小顔とかつけれるからやばいよね。つけてないよ、つけてないけど。そう、プリクラはね思い出になりますよね。めっちゃ素敵な、素敵でした、楽しかった。でもでカラオケも行って、そう、かわいいじゃんって、ありがとうクッキーありがとう。そう、カラオケも行って、1時間半行って、そしてホルモンを食べに行きました。めっちゃめちゃ美味しかったよ、もうびっくりするくらい美味しかった。
でもホルモンって焼くのが難しいなって思った。なんか なんかね、なんかホルモン焼いてる時に火が止まっちゃって全然焼けないねーとか言って初もありがとうございます。ね、分からんよね、ホルモンは何派ですか？何派とかあるの？ホルモンに、ホルモンの何派って何？何か何ですか？めっちゃ美味しかったの。ココハがホルモン好きなの。だからお花ホルモン好きって言われて、ホルモン好きだから一緒に行こうみたいな。本当になんか火が通ってるのか分かんないんですよね。本当に発音もありがとうございます。火が通ってるか分かんないから、なんかしかも焼き方のページを見てたのよ、調べて。でそんで見てたら、なんかこれは生だ、生っていうかちゃんと焼けてないと、なんか大腸菌がなんとかでみたいな。でなんか「え、怖」みたいな。だから焦げるまで焼いて食べました。でも美味しかった。ミノも食べた、ミノも食べた、ミノも食べました。今日も可愛いね、ありがとう。上ホルモン、わかんない、何ホルモンなんだろう。あ、ねえ、伊藤美貴さんのやつ見ました。さっきもコメントあったけど、伊藤美貴さんのショールームのやつ見ました。本当に嬉しい なんか X で切り抜いてくださってる方のやつも見ました。例えば女の子2人でホルモン食べに行きます。でもホルモン以外も食べました。ホルモン食べるタイミングがない？あ、わかんない？あった、ありがとう。ホルモンみたいに全然わからん。わかる？めっちゃ焦がして食べてる。ホルモン以外は何食べたかな？なんかこれも面白かったんだけど、あ、ちょっと待って、ミキちゃんに花菜がすごいって言ってたって。なんかホルモン、違う、ホルモン以外はなんかきゅうりのなんかごま油のやつとか、きゅうりのごま油のやつとか、なんだかな、それは普通に野菜として食べたんだけど、あと何食べたかな、ハラミとタンとミノを食べたんだけど、ハラミが面白いことがあって、違う、ハラミじゃない、タンが面白いことあって、そのタンがね、普通の塩タンとぶつ切りタンってやつがあったの。ぶつ切りタンってぶっつ切ってるのかなって思う。ぶつ切りってなんかちょっと分厚いやつなのかなって思って頼んだら、なんか普通になんかぶつ切ったやつが来ました。ちょ、人見知りなので話しかけてくれるの嬉しい、嬉しい。話しかけたいですね。大丈夫かな、話しかけても変じゃない？ちょっと待って、遡る。一人焼肉のお店が流行る時代だから。そうね、煙切ってない。煙機はね、前行ったけど、ただいま間に合った。ミキさん、時間がない公演だけではなくて、えらい、すごいですよね。クッキーありがとう。こんばんは、クッキーありがとう。クアクションでそう。こんばん、はなちゃんだって。こんばんは。伊藤美さんは、大人見知り、なので、あ、大人見知りなので、はなちゃんから声をかけてあげてる。花も人見知りだけど、ちょっと頑張ってみようかな。え、きゅうり美味しかった。きゅうりめっちゃ美味しかった。一番最初に来たんだけど、めっちゃ美味しかった。クッキーありがとう。着ているコーデ、帽子、服の色いい感じで好きです。え、じゃあ私のことを押してください 私推しにはどうですか？話しかけてみます、また会ったら。ハートありがとう。お疲れ様、花。ありがとう。今日の帽子かわいいでしょ。これ帽子取るとぺったんこだから、そう。外せないんだよね。見じゃないよ、動画見た。よっしゃ、ありがとう。僕は野菜焼き結構食べる。野菜さ、頼んだことないな。あんま。
こんばんは。そう、じゃあ合ってるんだけどさ、違う合ってるんだけど違うの、なんか次なんかねめっちゃ焼きにくかったの。なんかすごくちっちゃく切ってあって、でなんかその肉に切れ込みが入っててペラ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 まくれる感じだったの。だからなんか火通ってんのか通ってないのか分かんなくて、まあ美味しかったんだけど。とりあえずイコの一味大好きだから花菜の推しメン、あそうですね、推しメン教えます。推しメン話題でいこう。今リアタイでちょっとそこまで見てて、そこまでを見てたよ。あーはいはいはい、わかりますわかります。ハートありがとうございます。くしゃみかわいい、かわいくないよ。こんばんは、二度目の方もありがとうございます。こんばんは予想されてるこんばんは。寒い寒い。虹色の星ありがとう。焼肉ときゅうりってキャベツか、食べてないの。ごま油それな、マジでそう。ハルナキャスケット似合う、キャスケットかぶってみる、交換してみる。これキャスケットなの、これはキャスケットじゃないけど、キャスケットは確かに似合うかもごま油かけたらマジでそうなの。クッキーありがとう、クッキーありがとう。何時間かぶってるの、何時間、でも11時くらいからかな。こんばんは、モレモレのプリン乗ってた、そうだよ。お星ありがとう、虹色の。柔らかかった、柔らかかった。野菜を食べ、野菜、あなんか寒くなってきたあなんか寒くなってきた。そう思ったより分厚くなかったんです。そうなんです。とみきさんもイクラブの海が好き、そうですね、明日から4時販売、そう明日から4時販売、みんな明日から4時販売です、よろしくお願いします、待ってるよ。ココハとお揃い着るんだから、何日かまだ決まってないけど。緑色好きです、緑色好き。キュンキュンのぶり、かわいい、ありがとう。結婚していいよ。こんばんは、みゆちゃん大好きだって。そこをはなちゃん大好きに変えちゃいたいな。帽子似合うね、はなの、ありがとう。私もそう思うロリポポありがとう。4時に起きます、4時に起きます、ありがとう。わざわざ今日もバチ、今日バチバチに可愛いねありがとう。今日はね遊びに行くマインドだったからちょっと可愛いですよ。4時思ったより早くてびっくりだけど、本当にね、握手会の服を買いに行ったと思った。握手会の服買いに行ったけどいいのがなかったけど、あでもね、あの本当の目的はそれじゃないの、だけどそれはまだ秘密。ココハが言ってくれると思う、ココハから聞けると思う。また4時も抽選でよかった。抽でも抽選でも、抽選でもきっと当たるよ。痩せましたか、わかんない、痩せたかなでも今ね私腹筋頑張ってるのだけど、ちょっと次まで、次の制服の目に間に合うかどうかちょっとわからないですほんとに、あの本当にそうなんですよ。こんばんは、まだ朝走ってる、最近は歩いてるなんか駅まで行くから、駅まで私30分ぐらいかかるんだよね歩いて、だからそれを歩いてる。決済が同じ時期だときつい、そうだよね、そうだよね、11時に向けて試合、本当にそうなんだよね。お腹楽しみだな、やだ最悪、白目って鼻引っ張ったら、どの鼻引っ張ったらやばい顔になってる女の子は20歳くらいで自然に痩せるから、もうちょっとだけど大丈夫そうなの次の制服の目は前の方の席だったのに、花ちゃんの腹筋に、やだ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 、見ないでください、プニプニのお腹なので。今日公園で会ったお知り合いが花の歌上手って、その方にありがとうございますって言っといてください。腹筋に注目すればいい、ダメ、今日はアイドルオーラがある、昨日は岐阜弁、そうだね、確かにそうだね。17日花出ないしねえ、17日の制服の目花出ないんだけど、ねえ花出たかった、出ないんだけど、出たかったけど出ないんだから、花がいない時に当選してんじゃん、
なんだって二度目の方もありがとうございます。こんばんは、キンキンラブリー、こんばんは。柔らかい話好きで聞いてみました。そうなの30分で、そう結構遠いんですよね。出てたら引き締まりそうですか。いや本当に本当に決済は分散制したいから60秒買ってるんだけど、そうそう6月確保してください。あんたありがとう、お願いします。まあ5時完売するまで買い占めるしてください。買い占め初音もありがとうございます。15分から20分だけど車使っちゃう。あでもね、わかるよ。初音もありがとうございます。プリプリもう満喫しちゃってます。いやだお腹に注目、そうお腹に注目だけど本当に。何わかんない。東海まで成功の目当たります。17日は投げませんでしたよ、ありがとう。11日はユーニョン生誕だから、まあそうだね、ユーニョン生誕だね。花が長浜ねるさんみたいですね。ありがとう、嬉しいかも、嬉しいです、ありがとうございます。俺に恋したら片思いで痩せるぜどういうこと、片思いなの、両思いじゃなくて。お花って書いてある、アイコン。歩いて30分なら自転車でもいいんじゃない。いや自転車で行くところをあえて歩いて行くんですよ。初音もありがとうございます。塾長の生誕祭で当たったけど17日はダメだった。いいです、17日は私いないから。あみんなお腹に、確かに見られてたら痩せるって言うよね。17日サプライズ出演、サプライズ出演しないです。クッキーありがとう。次回の制服の目公演で花も出てくれたら、ユーネサック花だだ、本当にそれな。はじめまして、初見さんありがとうございます。気持ちが出ない公演はそうだよね。やだ、はんちゃんシックスパックじゃないですよ。何ですかあれは。もうキュンキュンラブリー。17日は花いないから大丈夫、花いないからいいの。そういう運命なんだよ。17日落ちた、落選した方は花以外に会わなくていいっていう意味、そういうことだからいいの、いいの。ほらありがとうございます。そういえばさ、昨日さ配信の後になんか誰かさ、なんかこの配信終わった後にフォロワー減ってるかもみたいなこと言ったじゃん。本当に一人減ってたんだよね制服の目公演が今は一番倍率高い。そうだよね、まあ始まったばっかだしね。そうだね、オイラアンズちゃんとユネちゃんがゴニョゴニョなので17日。はい知ってます。そう一人減ったんだけどまた戻ったんだけどねこんばんは。会社のレク雨、あレク雨、レクなんてあるなんてすごい。そう一人減ったんです。えごめん私だわ。えフォローやめたの。二度目の方もありがとうございます。こんにちはなな。そう一人減ってて、え勝ちじゃんって思って、はーちゃん出る公演しか当たらないようになってる。そうだよそうだよ、その通り、その通りすぎ。そうで昨日本当に見てすぐ減ってたから、すごい本当に減ってんじゃんってなっちゃっていやそうあんまり気にしてなかったんだけど。17日はしっかりオイルのミヤビームを応援してきます。ミヤビームしっかり見届けてあげてください。一人くらい気にしなくていいよ。うん気にしてないですよ、だって今またちょっと増えた。そう誤差本当に。キュンキュンラブリー、あどうもありがとうございます。こんばんはです、こんばんは。初見さんありがとうございます。なんで見に来てくれたの、気になったから。フォローしました、ありがとうございます。もともと知ってくれてるんじゃないのあら生誕投げないから次は来月かな。誰次来月 X だって凍結とかロックで一時的に。あーそうね、それあるあるだよね。音符ありがとう。前も一般人なのに X のフォロー一人減ってたわかる。しかもさそれがさちょっと仲良くなってたらちょっとね。こんばんは初見さんありがとうございます。11日は最前から花ランコール届けます。あポスト見た、よっしゃだね。神手なんでしょ。でもまあいいよいいよいいよ、神手もいる。11日は、あ違う違う、
発音もありがとうございます。美人ゴルファー、ゴルファーに見える、ゴルファーかも、ゴルフできるかも、バレたか、そうです、フォローありがとうございます。そう、日に日に強くなるでしょ、結婚していいよ。自分ユネサック花サータンのこの4人がめっちゃ大好き、この4人じゃないと。おお、フォローありがとうございます。あのごみご挨拶できそう。そうですね、あのね、フォロワー気にしてるんじゃなくて、そのなんかあれだよ、あのそうやってそう減るんじゃないのって言われたから、ちょっとちょっと確認してみたんです。最善はね、やばいよね。ハズはありがとうございます。増えてると思ったら変な、あーよくあるよね。こんばんは、ゴルフならおじさんが教えてあげる、教えてほしい。ハズオもありがとうございます。こっちゃん前向きなので、早く制服の目、そう本当にそうなんだよね。こっちゃんすごく頑張ってるの、だから一瞬出たいんだよね。こっちゃんの初めての日は花も出たいし、あとさやちゃんの初めての日も花一瞬出たいし、ミヤミンは達成したので、あとさつきちの初めての人、そうも遅くてすみません。いやいやいや、ありがとうございます、ありがとう。そう言われたらすごくゴルファーに見えてきた。あ、一応ゴルファーかもしれない。フルは変なやつ何ですか。花ちゃん以外の面に釣られる、え、やめてください。いつか12期全員出演できる、本当にそう。花ちゃんは全部出たい、そう花ちゃんは全部出たいです。2度目の方もありがとうございます、お疲れ様です。キンキンラブリー、花ちゃんは全部出たいけど、まあなかなか難しい。あ、こっちゃんはちょっとえ、サックが仲良くなった後輩の話で花なんて言ってたの、いやー嬉しい、さくらさん、さくらさん素敵。なんならこっちゃんとさやちゃんの握手も買った、わかる、この落差、こっからわかる。クッキーありがとう、こんばんは、こんばんみー、こんばんみ、こんにちは、花なん、お、これありがとう、ロリポップ。鉄の間で、鉄のってどういう風なんでしょうね、全然そういう話が全然入ってきてないんですけど、クッキーありがとう、無言の熱、そうですそうです、こんにちは、花なん、こんにちは。本当に美味しかった、今日さ、本当はさアイス食べて帰ろうと思ったんだけど、寒すぎて無理だった。いや、エスアンダー頑張りたいんですよ、頑張りたい。リーナさんが初めて出演されますよね、今度。そうなんですよ、アンダー頑張りたい。アイスありがとう。チーム公演は全然知らないので、そうだね、手伝は最近11期も出てないけど、積分、あ、そうなのかな、いい天気だったけど、そう寒かったんです。そう、リーナさん初アンダーでしたよね、多分。アイスは冬でも食べたくなるよね。いや最近食べてないんだよね、花、あんだけアイス好きだったのに。ハートありがとう、ハートありがとう。いや、なんか何でも いいらしいんですよ、やっぱり S からなのかなって思ってたけど、何でもいいっぽいけど、でも多分公演の状況からして一番アンダーが必要なのが S だから S なのかなって思う、わかんないけどね。でも今多分、あ、なんか E はだいぶ E はそうです、結構フルで出てるイメージがあるから、全チーム、あ、確かに確かに、初日公演、花ちゃん、え、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、嬉しいです、ありがとうございます。制服の目しか応募してない、マジ、じゃあ私がチーム公演出たらチーム、そう、そう、 S が一番人数が足りてないから、多分みんな S から最初にってことかなって思って、うんうんうん、そうね、ディーナさんは中学生ですよね、やばいな、そうそう、だから多分 S 公演を最初にやるのかなって。初音もありがとうございます、
ハズも、あ、違う、行った行った行った、エクスプロージョン。そうですね、国民と同い年なんや。そう、リーナさんがでしょ。すごいよね、なんかあそこ同い年なんだって感じです。サラココハって3人でアンダーみたい。あ、そうだよね、アンダーユニットないよね。 K2 は、あ、K2、 あ、それはあれですよね、私なんとなくわかるんですよ、もっともっともっと推してた方がいたからですか。K2 はアンダーできる研究室少なくて毎回キャプチャン来るみたい。そうだね、確かに。あ、今日アンズさん出てましたよね、こんばんは、フォローありがとうございます、クッキーありがとう。今日アンズさん出てた気がするんですけど、ルカさんいつ帰ってくるんだ、しかも舞台見に行けなさそうだし。 A チーム S と E の推しを作らないで待ってます、はい。誰かも分かってます、言わないけど。 S しか見ないからアンダー出ないジェイキちゃん全然知らないよ。あー、そっかそっか、あー、そっか、あ、でももうみんな分かるってことですね、ミネちゃん同い年かな。そうですね、全然分かんない。こんにちは、ヌナン。え、 S にもいるの。 S はちょっと分かんない。今日はアズアズと言いました。そうだよね、アズアズいまして、アズアズって言っちゃった、アズさんいますよね。キャピクルにアンダーもそうじゃん、本当にそうなんですよ。だからこちらが頑張らなければっていう話ですよね。初音もありがとうございます。こんばんは。チーム一人は推し OK で、OK、OK です。13世代めっちゃ豪華ですよね。二度目の本もありがとうございます。アズアズさん。アズさん。ハーちゃんめっちゃ可愛い。結構いいよ。K2 初アンダーを狙うのも一つの手で。どうなんだろう、あの子はでも普通に接してくれるので。あ、そうなんだ。先輩だと誰と同世代、京香さんとカノンさんだけだけかも。うんうんうん。地域の先輩方は制服のみが本当にそうなんですよね。はーちゃん、いいの衣装絶対。ほんと？ハートありがとう。いいのあんだ。ほんと？ケツ見たい。ケツ、時間がないない。ですね。成人式5人。そうだね。そういうことだよね。ほんとは、大谷さん、ゆうゆうさんも一緒だったんですけど。把握されてないからよかった。ん？一人は分かってるけど。E が見たいんだ。でも E はな、ちょっと、そう、初音もありがとうございます。キュンキュンラブリー、そう、ゆうゆうさんが同じ年だったんですけど、そうですね、一緒に成人式やりたかった。なんか入ってから関わりがないまま先輩方がいなくなっちゃってって感じで、K2公演ね、4月以降いいも決意。はあ、そっか、福士直さん、福士直、違う、タムちゃん、福士直さん、福士直さん、福士直さん、テイリアツバサイ、北風を受けて、あ、福士直さんと谷さん、南へと急ぐ渡り鳥心に、割とグイグイ言ってるのね、どういうことどういうこと、焼き付けたメモリー、うんうんうん、そう、あのね、なんか私今制服の目にちょっと必死なんですよね。なんか本当になんかもっと前からダンスとかやっとけばよかったってすごく思ってるんだけど、制服の目もうなんか勝負っちゃ勝負じゃん、その
出れる人出れない人がいるわけだから、なんか勝負っちゃ勝負じゃん、自分たちの中だけでのね。初音もありがとうございます。空気ありがとう。そう、なんか勝負な気がしてて、フォローしました、ありがとうございます。なんかそっちもやらないと、うん、そうなの、ちょっとなんか難しくて、でもやらなきゃなっていうのは分かっててみたいな。頑張る。でもそうそうなの、あの本当に、あもう本当に早く未完全見てほしいかもしれない、本当に早く見てほしいかも。花束ありがとう。昇格、確かに昇格な、編集面だから。ありがとう。早く未完全見てほしい。でも未完全にも花が言いたいことが全部載ってるかどうかはちょっとわかんないけど、中学生部状況は確かにね。そう、みんなも多分気になってるっしょ、あれ予告が、もうね、公演の日に未完全だから。本当だね、本当にいろいろあったんです。音波ありがとう。今週の日曜早くなってほしい、もう早くなってほしい。また次回も、いや花スペシャルかわかんないけど、まあ花もいろいろあった、花もいろいろあった。みんなの気持ち的にも花がいっぱい、違う、みんなの気持ち的にもそのいろいろあったと思うけど、花もいっぱいあった。あの時は感情が忙しかった。クッキーありがとう。4月初めの花菜の様子の答え合わせ、本当にそうですよ。こんにちは花花、いつもいろいろある、本当にいろいろあるよ、いつもいつもいつも、本当に全部見た後で握手会だから。そうじゃんそうじゃん、ひなこさんから差し入れ美味しかったです。なんか何だったか、プリンアラモードといちごのパフェみたいなやつだったんです。なんかいちごのパフェみたいに、花はプリンアラモードもいただいたんだけど、いろんなフルーツ乗ってて美味しかった。どれだか違うの、花はなんか本当になんかこの期間はいろいろあった、なんかアイドル実感してるわ、本当にアイドルだなって思ってる。そう、人生いろいろあるんですよ本当に。え、伊勢ゲイ嫌になんないよ、大丈夫頑張るから大丈夫だよ。でもわかんない、もし同期とかが全員敵になったら嫌になるかもロリポッポみたい、ありがとう、いろいろあったと思えばわかんないけど、違う、あの違うよ、そういうことじゃなくて、その肌の気持ち的にいろいろあったって感じ。10期生が各チームに昇格したら12期生がアンダーを合わさないと。本当にそうだよね、そうだよね、いや本当に。じゃ優しいからみんなそんなことはないけど、そう、もし同期がみんな敵になったら嫌になりそうでもなんないと思うけど、なんないなんないです、なんないけど、また上で未完全だから、いや本当にわかんない、花のファンの人は泣くかもしれない一緒に泣くかもね。2度目の方もありがとうございます。でも私も見てないから、どんだけどういう風に映ってるかどうかちょっとわからないから、花がいっぱい映るとかわかんないです。アイドルは本当に大変な職、いや本当にね、そうだよねそう、同期は存在、そう特別だからねチーム公演に制服と見てるだから、あーそっか、確かに楽準備できてるの。でもわかんない、複雑になるかもしれないです、わかんないけど、花のことが好きな人は泣くかもしれない花のことが好きな人はね。でもどうだろう、わかんないけど、いつももらい泣きする
ハンカチ準備して、やだ、その場面映んなかったらやだね。こんだけ言っといて、行くなら嬉し泣きがいいんですがまあでも花が泣いてるのは分かってるよね。花が泣いたのは分かってるんだから、もう花が泣くような話です。解説付き鑑賞会え、確かに本放送でカットされてる可能性もある、なきにしもあらず。ライバル意識、なんかもともとこういう戦いとかあんまり得意ではないんだけど、ね、カットされてる可能性あるよ。やばい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 、ワッフルみたいにってどういうこと？ワッフルって食べ物？そう、本当にカットされてる可能性もあるから、こんだけ期待させといてカットされてたら最悪だ、最悪っていうかちょっと申し訳ないから、あんまり期待はせずに見て。未完全で言われなかったら、花が自分の口で言うカットの情報選ばれた時の嬉し涙だと思ってるけど、あー言葉まで聞こえ、まあまあまあ、だってみんなどういう状況で初日メンバーが発表されたか知らないでしょう。知らないでしょ、みんな。なんか見て見なきゃやっぱり嫌だ、まだあのダメです、ダメ、つまんないでしょこんな言っちゃったら3人だけ昇格、そうじゃんけんだからそう、放送されたら配信で答え合わせで、キュンキュンラブリーで、まあ何週かやったりした時に全部終わってからいろいろ話そうかな。 Thank you, lovely. 今から想像しただけで泣く2度目のお前にございます。でももしかしたらまあまあいいと思うけどさ、そういうインタビューもされたし、そう、一回じゃ完結しないかもしれない。何週あるんだろうね。え、全カットなら花も泣くかもしれないうん、今何時、今何時ですか？42分。何度も追っかける、誰かが入ったら誰かが外れて、しかも一緒に頑張ってるだけで時間ちょっと、いや本当にそうなんだよ。2週とか3週もの時に5週、あー確かに、ありがとう時間教えてくれて。ショールーム阪神で花ちゃんが話しかけるの聞いても泣くかも、あー、泣くかもね。クッキーありがとう。そうだね、まだあんま言えないけど、でも見た方がいいですね。見た方が制服の目がより楽しんで見れると思います。誇りに思う、じゃん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 、ガガダダ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 そうね、ちょっといろいろ勝つためにウィニングボール歌おうかな。でもちょっと最近歌ってなさすぎて分かんない。フィッティングに密着とか見たいんですか？やばいですよそれは、やだ。文句書くって、いやごめんな、制服の目初日のドキュメンタリー館で、うん、そうして、
ないじゃん。え、あるっしょ。あ、ウイニングボールなんだね。これありがとうございます。布足してんの。やだ。嬉しいニュースが飛び込む。誰もが待ちかねていた知らせさ。うちの高校の野球部が甲子園に初出場。あっ、こんなに頑張っていたやつらがやっと手にした夢のチケットさ。僕らは誇りに思う。夕日の中汗にまみれ、ユニフォームを泥だらけにしてたよね。努力し続けたがむしゃらの勝利。ウィニングボール君は握りしめ、どんな涙流してるのだろう。ウィニングボール君の手のひらに青春のそのもみ感じて。諦めてたけど気づきを引き寄せたのは希望さ。そんな強くないメンバーがみんな全力でやったんだ。何度もくじけそうになるたびに何度思い出して応援したよ。試合終わって学校戻り喜ぶより練習始めるんだね。どうそのひたむきさが逆転の勝利。ウィニングボール胸にしまって、私ボール遠くに投げている。ウィニングボール君の眼差しはそうじゃなく他にさ、あったあったあった、目の前にありましたよ、お茶が。お茶なくなったと思った、目の前に置いちゃった。ほんとに視野が狭いんだから。今日ねココハとカラオケ行った時にね、虫のバラードを歌ってみたの。そしたらめっちゃ絶賛された。うまいし、しかもめっちゃいい曲って言われた。お茶まだ飲んでない。はい、これは何茶でしょうか。うん。おい、お茶じゃない。クロウロンじゃない。あ、ない、そんな子に。正解はほうじ茶でした。あ、虫のバラードを歌ったんですよ。ルイボス違う、そう、
飯のバラードを歌ったらめっちゃ、そう、焼肉の後、ほうじ茶、ほうじ茶、虫のバラードを歌ったらココハがめっちゃ絶賛してくれたっていうお話。だるまありがとう。みんな麦茶だと思ったでしょ、ウーロン茶とか。でも焼肉屋さんではウーロン茶飲みました。みきちゃんの配信ね、昨日と今日、今日もですか。昨日は知ってますけど、今日も2度目の方もありがとうございます。ね、虫のバラードいいですよね。カラオケよく行きます。発音もありがとうございます。うまいからバラード系はめっちゃ聞きたい。ありがとう、ありがとう。 でもなんかバラード系何かあったら教えてください。夜風の仕業、分かった、それがバラードなんだね。夜風の仕業ね。空青はなんて曲？空青って言った？夜風絶対に似合う？ほんと？ちょっと夜風の仕業ね。了解。みちゃんちゃんのこと「はなちわーん」って、え、本当に呼んでくれるかな、そうやって呼んでほしいな。呼んでください。空の青さに、あ、わかった。あれですか？あの青木梨花さんと水野愛理さんのやつですか？それ、青木梨花さんと水野愛理さんのやつ。あれさ、 YouTube で聞いたことあります。あれか、いやすごいですよね、やっぱりさ、愛理さんの声がすごい。ココハが漁したい、え、嬉しい。ブルーウォーター、あ、大きいと水野だからですか。それね、見たんです YouTube で。いいなって思った。花も正規メンバーになったらそういう曲もらえないかなって思った。そういう曲をいただきたい。ココハと一緒にやりたい。ね、愛さん歌うまいですよね、めっちゃ。めちゃめちゃ上手。あ、今日カラオケでデュエットしようと思ったら、あと1分だったの。あと1分で終わってたんです。でもわかんない。花の存在をそんなさ、知られてないかも、いろんな人に。だからさ、花がそんな、ギター弾ける子いない。花、夢、正規メンバーにもしなったとすればソロ。いや、2人で歌って、2人でソロで。オタク煽らないと。そうなの、ここ花の、そう、もっと広めたいです。そうそうそう、ココハとはね、やっぱ同級生っていうのもあるからね、なんか仲良しだよね。仲良し、花は仲良しだと思ってる、結構仲良しだと思ってる。こんばんは。泣きながら微笑んで一人で見送りましょう。さやちゃんとはなんかね、あ、待って、今の言い方は語弊があるね。ちょっと仲良しだけど、さやちゃんとはココハ、じゃあココハとは雑談みたいなのが多いんだけど、
さやちゃんとは真剣な話することが多い。しかも夜、そのなんか一緒に帰りながら、一緒に帰ることあるんだけど、そう、その時に割と真剣な話をしながら帰ってるね。なんかそう、大学の話もそうだし、多分こんなこと言うとさやちゃんにも悪いかもしんないけど、ちょっと待って、これ取ろう。こんなこと言うとさやちゃんにあれかもしんないけど、さやちゃんそんな早口じゃないよ、私といる時。そのまあ精神面が似てるかなってさやちゃんとまあ精神面が似てるかなって思うところがちょっと多々あるかな。だからそう、考え方もそうだし、そうなんかなんて言うんだろう、もうなんかこういうこと言われたら傷つくとかいう、そういうのが同じかな。だからしかもじゃあ大学生だから2人だけ大学生で、結構やっぱお話しすることは多いよね、やっぱり大学なんだろう。あーうーんと、あ、メンタルが弱い、そうそう、私とさえちゃんの最大の同じ点といえば多分メンタルの弱さかな。私もめちゃめちゃボロボロなんだけど、さえちゃんもそう、ココアはメンタルなんだろう、よもうココアもあんまり強くはないかな。でもなんかココアは強く見せようとしてる気がする。なんかそう、こっから鬼のメンタルに一緒にみんなで成長していこうと思いますやっぱ強くなるしかないのでね、メンタル強化合宿とか行きたい。メンタル強くなりたいよ、本当に。クッキーありがとう。なんかいろいろあるから、やっぱりこの中に入るとグループしかも集団ってね。そう、え、そうそうそう、コガは強がりなんだよね、ちょっといろいろ悩んだり、うーん、そう、あ、そんなそんな、みんなと話してて別に気にならないよ。意外と強い、うんとね、さやちゃんはメンタル、うん、さやちゃんはなんだろう、挑戦、すっごく挑戦したりする気持ちは強いと思うけど、なんかみんなのイメージと同じだと思うんだけど、触れたら壊れそうちゃいそうな感じだよ。そうなんだよね、ココハはすごいんだよ本当に。そうそう、繊細、そう繊細、ココハも繊細だよ。だからやっぱりその上じゃん、だ年上じゃん。で、年上だからやっぱ生きてきた年数が違うんですよね。で多分 JK の時って JK 最強みたいなくあるから、ちょっとなんかJK メンタルなの。でもやっぱり大学とかそのもう成人するってなると、もうなんかいろんなことを考えるようになっちゃうんですよね、結構。だからそういう、そういう問題だと思います、多分。マンジ、これマンジ、待って今何時ですか。わあ、59分じゃん。私11時までやろうと思ってたんです。ちょっとお風呂に入らなきゃいけないので。まあでも今は元気、今は元気だから大丈夫。今はっていうか普通に元気だから大丈夫だよ。さえちゃんも元気、ココハも元気なので。ユアニャンの影が、まあ、ユアニャン憑依してたかもしんない。今はこうやってね、さあさあさあ、今日お風呂頑張って入ります。さあ行きます。
13位カメラ持ったアバターの方ありがとう。12位テニスボールありがとう。11位カニさんさんのアバターの方ありがとう。10位黒猫ありがとう。9位、本当にビリビリマシーンみたいなありがとう。8位、かわいいクロミちゃんありがとう。7位、緑の集中ありがとう。6位、リラックマありがとう。5位、パンダありがとう。4位、カニダスカルありがとう。3位、魔女猫ありがとう。2位、あれパンダ変わってるじゃん、パンダありがとう。1位、アマビエありがとうございました。うわ、はやちゃんさやちゃんって言ったらオフショに、確かに確かに、はにゃおぎはなとさややんですね。ありがとう。4時お願いします。4時、2度目の褒めですね。4時販売お願いします。そしてあちらもよろしくお願いします。まだだけど食器なんだっけ、ショーなんだっけ、初回限定版の投票もよろしくお願いします。投票も、そう、初回限定版の投票もティーンズユニットの投票もぜひよろしくお願いします。4時お願いします。じゃあまた明日、また明日会いましょう。またな。一緒にお風呂、お風呂、お風呂タイム一緒。またな、バイバイ。またね、明日ね。うん、一緒に頑張ろう、できる範囲でおやすみ、またな、バイバーイ